日本がクラフトビールに目覚めた。キリンスプリングバレー。僕たちはクラフトの美味しさを知ってしまった。スプリングバレーでね、 1.5 倍の麦のうまみ、4種類のホップの香り、それが一気に口に広がる。なのに後味は爽やか。まさにこれは、ま、そういう話はまた後で。あ、美味しい。あ人はビールで感動できる。あ、これぞクラフトビール。キリンスプリングバレー新発売。